ジェストリーム。遠い地線が消えて、ふかふかとした夜の闇に心を休めるとき、遥か雲海の上を音もなく流れ去る気流は、たゆみない宇宙の営みを告げています。満天の星をいただく、果てしない光の海を豊かに流れる風に心を開けば、きらめく星座の物語も聞こえてくる。夜の縮まのなんと饒舌なことでしょうか。光と影の境に消えていった遥かな地平線もまぶたに浮かんでまいります。これからのひととき、短期ものがあなたにお送りするサウンドの不定期便、ジェットストリーム。今回は新しく届いた2品種の小型カプセルメモスマイクセル用に外自動に取り付けるバイノーラルマイクカプセルを新しく設計して作成していました。そのうちの1品種は動作モードが通常動作とローパワーモードがあり、プラグインパワーの電圧ではローパワーモードで通常の6分の1程度の消費電流で動作していました。これからバイノーラルマイクとしてプラグインパワーと XLR バランス出力、どちらを先に検証を行うか非常に悩んでいます。皆様のメモスバイノーラルマイクカプセル作成のお供をいたしますパイロットは私、短期ものです。今回は、新たに入手したメモスマイクセルの小型の2品種にて判断して、バイノーラルマイクで外自動内に挿入して使用するマイクカプセルを作成するために、より小型に設計手直ししてイヤーカプセルを作成しました。手判断も、これまではメモスマイクカプセルを固定するのにクリップで挟んでいましたが、作業用の耐熱ゴムに両面テープが貼り付けることができなくて諦めていましたが、今回、両面テープを段ボール紙に貼り付けて、ボール紙を作業用の耐熱ゴムシートの上に置いて、貼り付けた両面テープにメモスマイクセルを貼り付けると、作業効率が10倍速くなり、綺麗にハンダ付けできるようになりました。今回入手したうちの、より小型の TDK の ICS4069 は、2つの動作モードが存在し、低電圧時のローパワーモードでは、消費電流が、通常のメモスマイクセルの6分の1程度の65マイクロアンペアで動作します。通常のプラグインパワーの ECM マイクでは、内部のインピーダンス変換用のジャンクション FET で電流が通過するチャンネルには、ジャンクションがないため、バイポーラジャンクションの一つのジャンクションあたりの VF 電圧 0.6V が必要がないため、低電圧でも動作しますが、メモス IC では、この障壁があるため動作しません。ローパワーモード時には、プラグインパワーで供給される電圧が、ホスト側の制限抵抗でのドロップが小さくなり、メモス内の IC に供給される電圧が、メモス IC が動作可能な 1.5 から 1.6V 以上の電圧を供給できないホストでも、1V 以下にダウンしていた供給電圧が、1.7V と余裕に動作する電圧が確保できています。これは、プラグインパワー供給では、非常に好ましいことですが、このローパワーモード時に、音質がバイノーラルマイクに見合うだけの音質が保てるかがキーポイントです。今回の小型のメモスマイクセルを一応ペアで、それぞれ手判断し、動作することを自作した動作チェックチグで確認し、動作しない場合には、ハンダ付け箇所のチェックを行い、不具合があれば、再度手判断の手直しを行い、チェックチグの確認が OK となった後に、2液の混合タイプのエポキシ樹脂で、ハンダ接着の補強と絶縁を行い、セルをシールドするメタルメッシュをかぶせて小さく作成し、外自動に挿入できるように小さく設計したものを米粒と比較すると、小型の方のメモスセルは、
このように米粒大です。油田ノイズから保護する、今回のメタルメッシュも、30番と100番の2種類異なったメッシュサイズのものを、メモスカプセルにかぶせてみましたが、音質と風圧ノイズの影響がどのように変わるかも興味があります。また、以前のものは、外耳道の奥に挿入するシリコンゴムのキノコ状のブッシュも今回は省略して、できるだけ外耳道からはみ出すパッケージの寸法を縮めて埋めてみました。激しい動作をしないのであれば、イヤーフックは取り付けなくても大丈夫そうです。実際に外耳道に挿入するとこんな具合です。これから、プラグインマイクと XLR バランスインターフェースと、それぞれ、どのような回路で接続するか決定してから制御基板を設計したいと思っています。